皆さん、今僕がどこに来れてるか分かりますでしょうか。あえてこのね、ここめちゃめちゃ分かります。もうあえてもう絶対塗るなっていうところに隠れることにより逆に見つからないみたいな、逆見つからないみたいな感じで、どうも、そうです。ということですね。なんか2回言っちゃったの、ピチピチですね。皆さん、実はね、なんかコメント欄で、この動画の冒頭の、なんか、変なやつ、この変なやつが、すごい面白いみたいなコメントが来るんですけど、これ、変なやつじゃなくて、ピチピチって言ってるんで、僕、ってね、ピチピチってこれ言ってるので、よろしくお願いします。てかね、いや、僕、たまにね、本当にたまになんだけど、実況者の知り合いとかとたまに会って話したりするんですよ。まあ、実況者の他にもね、 YouTuber の人とかと話したりするんですけど、あの挨拶やってくださいよとか言って言われたりするんですよ。いや、できないね、人前でねピチピチあの挨拶できないね。なんでかっていうと、うるさい、あと恥ずかしい。もう恥ずかしいが9割、恥ずかしいがもう 90% 超えてました。人前でね、この挨拶やれって言われたんですけど、僕ね、すいません、ちょっと喉の調子悪くてできないんですとか言っちゃうんで、僕だから、もしね、僕と、もし、まあ、なんか会っちゃうじゃないですか。例えばなんかイオンとかで、イオンモールとかで、あ、サバさんだと思って僕に話しかけるじゃないですか。で、サバさん、ピチピチやってくださいよって言われたら、絶対に、喉痛いんでできないですって言うと思います。まあ、そして今回はですね、いつものルールではなくて、スプラトゥーンクラブのバージョン1ということで、スペシャルとサブ禁止のルール。だからまさにね、もう塗りだけが勝負。もう本当に塗って勝つっていうね、このスプラトゥーンクラブもね、やっていこうかなと思います。本当にね、鬼側はね、スペシャル禁止。隠れる側はね、ビーコン禁止ということで、もうどれだけね、鬼が塗れるかっていうね、まあ、勝負ということで、ね、今回ね、こちら、バケットスロッシャーのメイン性能アップを3つつけて、やっていきたいなと思います。やっていきましょうということで、なんか僕がぐだぐだ喋ってる間にもうゲームが始まっちゃうという、でもこうメイン性能アップをねつけてきてるんだけど、なんかメイン性能アップをオーバーフロッシャーにつけたら塗り性能が格段にアップするらしいんですよ。ちょっとわかんないんだけど、僕距離が塗れる距離が増えるのかな、わかんないんですけど、わあ、めっちゃスペシャル使えて、これスペシャルアメフラッシュなんですよ。めちゃめちゃアメフラッシュ使いたいんだよね、スペシャルの。まあまあまあ、いいでしょう。とりあえずこうスペシャルがなくなった代わりに、使えなくなった代わりに、隠れ側も、いまいましいね、ビーコンに飛べるっていうね、効力、効果がなくなるので、まあまあまあ、それもね、まあ嬉しいんで、まあそう思えばね、まあスペシャル使わなくていいかな、みたいな思ったりするんですけど、インク管理だけはね、ちゃんとしてね、ちゃんとしなきゃね、マジで死ぬので、まあ、頑張ってやっていこうかなと思います。ああ、でもね、今思ったらさ、結構メイン性能つけたらさ、結構遠くまでね、跳ねてきますね、これ。強すぎないか。メイン性能つけたらこんな跳ねてくんだね、この武器って。待って、やばい、インク不足やばい。いやー、あと残りね、2分だけど、人にも見つけられてたのやばいね。わー、あそこ怪しいね、この。ここ怪しい。いたわ、やっぱり怪しいと思ったが最後。アグリさんかな？なんか名前めちゃめちゃかっこいいな。十字架？丸十字架、アグリ十字架、丸みたいな。全部言うなって話だけど。アグリさん、見つけました。あと残り3人ですね。まあ、どこにいんのかな、あと3人。残り1分24秒。まあ、全然時間はね、あるんじゃないかしら。わかんないけど。わー、スペシャルが使えないから結構なさ、スピードでね、インクがなくなるんだよね。ちょっときついね、これ。すぐインクなくなるのきついわ。まあ、あとこれ1分、頑張っていきたいです。わ、角っことか結構重点的に塗ってるんだけど、見つかんないな。全然いないぞ。どこ行ったんだろうね。結構この武器ね、強いからさ、割とオールキルする自信あったんだけど、まあ、残り40秒。いや、どこいんだろう。待って、あの角怪しいな、あの角。いや、いないか、角塗っても。わー、いるとしたら真ん中か、やっぱり。こういうところ、しっかりちょっと塗り残し、この思っても見ない塗り残しとかいたりするんで、本当にスプラトゥーンクラブって。こういうところにしっかり塗っていきたいなと思います。いない。しかも待って、やべ、インク不足がやばいな、やっぱり。インク不足がね、やばい。ちょっとメインインク効率でも持ってこればよかったな。うわー、クソ、10秒カウント始まっちゃった。一人しか見つけられてない。なんで、結構塗ってると思うんだけどな。どこいんだ、マジで。ほら。結構塗ってんだよね。くそ、わっと、ほら、見て。めちゃめちゃ塗ってんだけど。まあ、塗り残しかな、やっぱり。くそー。
はい、ということで昆布トラックごたすやっていこうかなと思います。この昆布トラック結構隠れる場所ね少ないんで割といけるかなと思ったんですけど、アクリさん一人しか見つけられませんでした。いやもう悔しい、めっちゃみんな見てもうめちゃめちゃ塗ってるし、今めちゃめちゃ塗られてんだよ今いや見てください皆さん、めちゃめちゃ塗られてます僕今めちゃめちゃ塗られてます今。はい、という答え合わせやっていこうかなと思うんですけども、まず次はななみさんが、ななみさん、あ、待って、ななみさん、こちらの何このさ、降りてこのガチヤグラのこのゴールのすぐそばのこうなんか道のとこに行ったみたいですね。あれそこ塗った気がするんだけどなって、毎回ね僕スプラトゥーンクレームも言ってんだけど、多分、ね、見つけられなかったってことは抜けなかったんだろうね。ナナミさんこちらにおりました。そしてお次は駅前の鳥くんというかこちら、うわー、そっかそっか、このマップさ、そう僕このねインクレールだっけ、インクすごいどうしました、こうインクレールのこう強いって、まあ、言った気がするんだよね。インクレールのこう強いって言ったのにさ、自分でも言ったのにさ、こう塗ってなかったわ、インクレールのこう裏、インクレールの塗ってなかったね。駅前の鳥くんさんこちらにおりました。そしてお次は、オアスさんが、オアスさんこちらの角っこにいました。いや待って、僕が鬼にしてるときなんて言ったか分かります、角っこ重点的に、ね、塗るみたいなこと言ったんだけど、なんでオアスさん角っこにいたはずない、なんで見つけなかったんだろう、ちょ角っこ塗ってたはずなんだけどな、どういうことどういうね、なんでそんな、待って、やばい、ほんと見て、集団いじめですこれが。はい、ということでラスト、僕が見つけた方アグリさんです。アグリさん、こちらのね、こうなんか高台みたいなところのインクレアの子にね登れる高台のところにおりました。アグリさんさよならういはい、というか箱クソがやっていきましょう。今ねちょっとみんなこうご飯、今ご飯食べながら僕の動画見てる人いないと思うんだけど、あの今めちゃめちゃお腹痛いやばい、やばすぎる、お腹痛いトゥーンだね、腹痛あの、いやもう、めちゃめちゃ面白くないこと言ったから、めちゃめちゃお腹痛くなっちゃったじゃないか、皆さん。この動画を見てくれてありがとう。いや、本当にやばい、今。なんか、今まで、こんなにお腹痛い状況で動画撮ってたんだなって思うレベルで、お腹痛いね。やばい、大丈夫か、ちょっと今。めちゃめちゃやばい。やばいね。まあ、それはどうでもいいんだけど、いや、どこ来るか、箱具倉庫ってさ、結構なんだろうな、僕、箱服倉庫めちゃめちゃ好きなマップなんだけど、割と見つかるんだよね、箱服倉庫。どうしようかな。皆さん、今僕がどこに来れてるか分かりますでしょうか。いや、あえて、このね、ここ。めちゃめちゃ分かります。もうね、僕が鬼だったらね、もう絶対塗る、ここは。もうあえて、もう絶対塗るなっていうところに隠れることにより、逆に見つからないみたいな。逆見つからないみたいな感じで、それ見つかってんのか、逆見つからないは見つかったのか、いや逆見つかるもう始まりました。はい、ということで、それでこれは始まったわけなんですけども、いやお兄さんこう塗るかな、怖いね。いやでも割とねいけると思うわ。うん、ほらもう見てください、全然見ないもんね、僕の姿、マップ見ても見えるか、見えるなわあ、でもどうなんだろうね、お兄さんが結構細かく塗る人だったら、細かくというか、まあ、割と、なんだろう、こういう角っことかを充電的に塗る人だったら、終わるね。ビーコンもないので、見つかりそうなんてもう飛べないからね、ビーコンに向かって。もう本当に動いたら負けみたいな。もうその場に隠れたら、もうここに隠れたら、もうここに隠れるみたいな。もう死ぬまで居続けないといけないみたいな、もうゲームなので。うわぁ、怖いな。大丈夫かな？わ、結構、お兄さん、若葉シューター使ってんのか？若葉シューターは珍しいなんだよ。珍しいね。今回スペシャルなしなのでね、若葉シューターもありかもね。いや、若葉シューター結構ね、インクの量も多いんで、他と違ってね。インクの消費量もね、結構インクで塗れるので、若葉シューターって。あ、もうそう思えば若葉シューター強いですね。あ、待って、近づいてきてないか。ちょっと怖いね。音が聞こえる。これやばくない？大丈夫？あ、でも音遠ざかってたぞ。オッケー。いいね。お兄さんどこいんだ今。あ、やばい、近いな。じゃあ、やばい。待って、避ける。避けられません。あ、待って、今、アオリイカした、今、この人。うわ、またアオリイカした。いや、アオリイカよくね。アオリイカ警察が出動しるよ、マジで。いや、もうね、10秒カード始まっちゃったよ、もう。いや、あのね、皆さん、僕以外全員生き残ってます。なんで僕だけ殺されるんですか？なんでいつもね、僕だけ倒されてみんな倒されないみたいな。
そういう罰ゲームですか、そういうドッキリ。はい、ということで今回もスパダンクラブやってみたわけなんですけども、いや、あの調子乗ってね、あのあえて一緒の場所にあえて隠れる作戦ダメだね。あの見つかるね。あのあえてとかじゃなくてもうガチでもう隠れなきゃ。ちょっと今めちゃめちゃお腹痛いので、マジでめちゃめちゃお腹痛い。もういいです、もう終わります、どうか。はい、ということで、もしこのければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ツイッターの方でね、スパラトゥーンクライムを参加者募集したいので、よければね、僕のツイッターフォローして参加してくれると嬉しいなと思います。ということでまた見てください。それでは。